今日午前、札幌市南区で横断歩道を渡っていた10代と20代の姉妹が車にはねられ怪我をしました。今日午前9時半ごろ、札幌市南区川添1条5丁目の交差点で横断歩道を渡っていた高校生と大学生の姉妹が右折してきた乗用車にはねられました。この事故で高校生の妹が頭の骨を折る大怪我、大学生の姉も腰などに軽い怪我をしました。警察は乗用車を運転していた江上秀俊容疑者を過失運転傷害の疑いでその場で逮捕しました。調べに対し江上容疑者は歩行者に気づかなかったと話し、容疑を認めているということです。現場は信号機のある交差点で、姉妹は青信号で横断歩道を渡っていたということです。警察が当時の状況を調べています。